フレーム、中には何も入ってません。今からこのフレームの中にあるものが出てきます。それは何？今から1枚カードを選んでいただくんですが、その選んでいただいたカードのメイトカードが現れます。ではいいですか、お好きなタイミングで弾いていきますから、ストップとお願いします。はい、ストップ。ここですか？はい、そこでいいです。じゃあこれゆっくりいきますね。変えなくていいですね。ここです。はい、大丈夫です。それででは1枚だけカードを出しておきます。たまたま選ばれたこのカード、当然同じカードが入っているわけではありません。たまたま選ばれたこのカード見てみましょう。キング、はい、スペードのキングですね、これ。はい、さあ先ほど言いました、ここからあるものが出てきますと。それはメイトカードと言いました。このフレームの中に1枚のカードが現れます。それは何か、あらかじめキングが選ばれるということを予言していたメイトカード、クローバーのキングが出てきます。おお、これ面白いのが、ただここに映ってるだけじゃないんです。フレームですから当然後ろ側からよっ外れます。これ見ると本当にカードが1枚だけ入って、これがクローバーのキング。もちろんここにクローバーのキングは入ってません。